デスガンは想像以上の強敵だった。あまりに激しい攻撃の前に俺は反撃の糸口さえつかめず、徐々に体力を奪われていく。一瞬でいい、デスガンに隙を作ることができれば。次回、ソードアートオンライン2第13話、ファントムバレット。